風魔小太郎は北条の忍びである。しかしそれは過去の話。今その風魔が突如受春城を制圧した。それはあたかやつの考えてることはまるでわからねえ。愚痴をこぼしながらも、神出鬼没の風魔が受春城に今日構えるとは。風魔が氏康殿を招いている。うん、まあ間違っちゃいねえだろ。この世界に来てからこっち、やつはオロチについたりなんだりで好き放題だ。契約を忘れたみてえにな。堂々と居場所を明らかにしたってことは、俺と向き合う気になったってこと。まあただの座教って可能性もあるが、ここは乗ってやる。風を捕まえるぞ。関東の獅子のお出ましだ。ドアをどもう。相手は筋金入りのお化けさんだ。何考えてんのかさっぱりわからん。気を張っても無駄に疲れるだけだ。まっすぐに奴を目指すぞ。やめんじゃねえ。敵手を打っちゃっといたぜ。それがしが参る。早速仕掛けて来やがったか。ここはこの周公金にお任せいただこう。支払いは引き受けた。氏康殿は風魔のもとへ。しっかりと我らは風魔のもとへ向かいましょう。避けられるか。執着至極に存ずる。こそ披露せん。自撃だ。待てよ。敵将を討ち取った。我が魂、今こそ披露せん。自撃だ。後ろで気張ってる奴らがいる。俺がチンタラやるわけにはいかねえな。これで宝庫の憂いは勝った。それがしが参る。ここまでか。撤退せよ。さすがは孫悟の虎どもだ。やりやがる。みっともねえ戦はできねえな。おお、たてき獅子の方向が聞こえる。我らも力戦せねばな。さてそろそろお出ましか。風を捉えてよくやった。素晴らしい働きだ。
どうするウジアス。炎が揃っているぞ。チッ、本気で殺意を向けてやがる。それがしが恥よ。応じましょうぞ我が魂、今こそ披露せん。花と散れ、あぜろ。ここまでよ。引け引け。敵将を討ち取った。命は粗末にできん。撤退じゃ。盛大なもてなしだな、お化けさんよ。俺の勇気を試してるのか。ウジアス殿の戦ぶり、たける獅子のごとくです。我らも奮戦せねばなりますまい。ここまで命がけで付き合ってやったんだ。いい加減顔を見せろや。我の座標にことごとく打ちやすく、今はすぐに良いポイントだ。やっと出やがったか。ここで待ってろよ。にかかりやがって、はめずにしても穏便にやりやがれ。避けられるか。敵将討ち取った。戦場を駆け巡る様、春のつむじ風のごとくだ。吹き止まず花の嵐を巻き起こすか。くだらぬ作業を打ち出す。お前を倒すためにいらぬ勇気を使い切っちまった。俺と再契約してくれるか、お化けさん。風も契約には縛られるのだ。風、何者に縛る。お二人の結びつきは契約のみにあらず、あえて申さば絆ゆえですか。その分かち難さ、錦を織りなす糸のごとくです。お前の回りくどさは糸がこんがらがるのごとくだぜ。輝かしき勝利、昇りゆく朝日のごとくだ。お化けさんよ、なんだって今になって再契約してくる。この先
臆病な氏康が心配になってな。へっ、気遣いどうも。ま、しっかり見守って。神さんにいい土産話ができたな。おお、素晴らしい成果。